広島大学薬学部の神谷です。今日は我々の研究室のテーマ、核酸を用いて発がん機構を理解し、がんなどの疾病を克服しましょうということについてお話ししたいと思います。核酸とは DNA と RNA の関連化合物です。多くの生物の場合、 DNA は遺伝子の本体であり、遺伝情報の源であり、生命の設計図です。また RNA は設計図の一部のコピーです。新型コロナウイルスのように RNA を遺伝子として持っているものもあります。この関連化合物の中には DNA や RNA の原料、エネルギーの通貨の ATP やある種の抗がん剤も含まれます。それでは遺伝情報とは何でしょうか。遺伝情報には AGCT4 文字がありますけれども、この並び、それを塩基配列と言いますが、それが遺伝情報です。我々の研究室では大きく分けて2つのプロジェクトを研究しています。1つは遺伝子の怪我、損傷と言いますけれども、それとがんとの関係を探る。2つ目は遺伝情報を修正して疾病を治療するというプロジェクトです。それでは1つ目のプロジェクトについてお話しします。がんは日本人の死亡原因の1位です。3人に1人ががんで死亡し、2人に1人はがんに罹患します。それではがんの原因は何でしょうか。がんは遺伝子の病気です。がん関連遺伝子の情報の誤り、これを変異と言いますけれども、変異が原因でがんが生じます。例えばこれはがん細胞で見つかったラスと呼ばれているがん遺伝子の遺伝子情報ですけれども、例えば GGC という配列が GTC に変わっていたり、 GAC に変わっていたり、また CAG という配列が CTG に変わっていたりすることが明らかになっています。たった1塩基の変異でがん遺伝子が活性化します。このような変異が複数のがん関連遺伝子に生じるとがんが生じます。それではなぜ遺伝情報を間違えるのでしょうか。大きな原因の一つは遺伝子の怪我、遺伝子の損傷です。遺伝子の損傷が生じますと、細胞分裂するときに遺伝情報が変化してしまい、それが積み重なるとがん細胞が誕生します。我々の研究室ではこの 赤線で囲った部分、この部分、遺伝子の損傷と遺伝情報の変化ということに着目して研究を進めています。特にこれはグアニン塩基から生じる損傷ですけれども、酸素原子あるいは水素原子がついただけ、この程度のもので大きく遺伝情報が変化することを我々は明らかにしています。2つ目のプロジェクトですが、今申し上げたがん以外にも多くの遺伝病があります。このように遺伝情報の誤りが原因で生じる疾病を根本的に治すには、正しい遺伝情報を復活させればよいのです。例えば GGC って配列が患者さんの細胞では GTC になっている場合に、この T を G に修正することができれば疾病が治るというふうに考えることができます。これを行うためには正常の配列を持った外来核酸を患者さんの細胞に入れる必要があります。多くの研究者は遺伝子を切って修正しようとしていますが、私たちは遺伝子を切らずに修正する方法をすでに開発しています。それが長い1本差に短い2本差部分があるこのテールドデュープレックスという核酸で、この研究は核酸だけで行うゲノム編集の研究で、オンリーワンの研究です。このように大きく2つのプロジェクトを研究しています。どちらにも共通しているのが、誰もやっていないようなオリジナル研究、こういうものをコンセプトして研究しています。1つ目の研究においては、発がん機構を理解して生がんを目指します。2つ目の研究に関しましては、この治療法の実用化を目指しています。我々の研究室に来てほしい学生さんですが、遺伝子や最先端のバイオ研究、遺伝子が原因で生じる疾病の治療に興味がある学生さんに来てほしいと思いますし、研究室で身につけてほしいことは、研究の進め方、問題解決能力、困ったことが起こった時にそれを解決する能力、そして遺伝子や遺伝子が原因で生じる疾病の深い理解、こういったものを卒業時に身につけてほしいと思っています。ご清聴ありがとうございました。